連日このチャンネルでは日本の記者のレベルがあまりにもひどすぎるとお伝えしていますが、いやジャパンタイムズさんもひどすぎる。つい先日茂木外務大臣が記者会見を行った際、ジャパンタイムズの記者が感情的になり、いや日本語でいいです、そんなにバカにしなくても、と茂木大臣に対し失礼な発言をしていたんです。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。いや日本語でいいです、そんなにバカにしなくても、で使う言葉ですか、記者会見で。ジャパンタイムズを代表して質問しているという意識はあるのでしょうか。私が詳細を説明するより実際に会見の様子を動画で見ていただいた方が早いので、ご用意いたしました。ジャパンタイムズの大隅と申します。2点お伺いします。入国規制が、外国人を対象にした、入国規制が緩和される方向であるというふうに伺っているんですけれども、その方向性の中には在留外国人は日本人と同じような、それか似たような条件で入国が認めるようになるかという方、その方向、について、はそれは1点で、2点目はそもそも論として、この在留外国人を含めて、規制を、特に在留外国人を対象にした入国規制は、どういった、その背景になった科学的な根拠を具体的に教えてください。まずですね、こういうですね、在留資格を持つ方々、今日本にいらっしゃる、もしくはですね、在留資格を持って、一旦海外に出られている方、そういった方々のですね、入国もしくはその再入国、認める方向で今最終調整をしているというところであります。そしてこれはですね、日本に限らずあらゆる国が今新型コロナウイルスの中でですね、水際措置、これを取っているという状況であります。それぞれの国によりましてやり方というのは違ってくるわけでありますけど、まさにそれは各国のですね、感染症対策であったりとか、主権に関わる問題でありまして、各国が取っている措置、日本としても適正な措置を取っていると考えております。すみません、ただ科学的な根拠What do you mean by scientific? What do you mean by scientific? 日本語でいいです。そんなにバカにしなくても大丈夫です。バカにしてないです。いや、バカにしてないです。全くバカにしてない。日本語で話しているなら、日本語でお答えください。科学的な根拠の同じ地域から日本国籍の方が、外国籍の方と一緒に戻られて全く別の条件が設けられ、はい、でその中には例えば事前検査だったり、同じ地域に住んでいるところから全く別の条件で入って入国が完全に認められないケースもあったんですね。でそれに関しては、それはその背景に至ったその違いを設け、その区別を設ける、その別の条件を設ける背景になった、背景にある科学的な根拠をお聞きしてます。出入国管理の問題ですから、出入国管理庁にお尋ねください。次のご質問どうぞ。お分かりいただきましたか。日本語分かっていただきました。はい、日本語分かっていただきました。次のご質問どうぞ。どうですか、皆さんはどうお感じになりましたか。在留外国人を対象にした入国規制について質問しているこの記者、日本語がネイティブでないように聞こえる発音ですが、それはいいんですよ。発音は聞き取りやすい方です。しかし質問が分かりにくい、まとまってないんですよ。また茂木大臣がおっしゃったように、何に対して科学的根拠を求めているのか明確にしていませんでした。そしてこの件についての所管は出入国管理庁、法務省なんですよね。新聞社を代表して来ているのにこのレベルですよ。例えるなら、八百屋さんに行って、親父、今旬の魚って何
って聞いてるようなもんです。はっきり言って勉強不足です。この程度のレベルの記者が英語で発信されてはたまったもんではありませんと私は思うのですが、皆さんはどう思いますか？以上、最後までご視聴ありがとうございました。